それではアジアカップもいよいよ決勝トーナメントに、向かいます。決勝トーナメント進出チームも、このように出揃ったんで、まあ、その各国の、なんとなく例えば、まあ、情報だったり、まあ、そこからの勝ち上がりのちょっとした予想とか、まあ、あとは我々の代表の日本代表とサウジアラビアのところも少し話を、紹介できたらなと、思います。小澤よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、どうですか勝ち上がりの顔ぶれ見たとき。まあ順当といえば順当で、今回ねこう参加チーム数が増えてこうラウンド16ができましたから、はい、まあ、そういう意味では3位でも4チーム上がってますから。そうですね、まあだいぶここからがようやく本番かなっていうやっぱり感じにはなってますよね。ちなみに3位で勝ち上がったのが4つ。はい、オマーン、はい、ベトナム、はい、ベトナム、バーレン、はい、それからキルギスですね。はい、ここが3位で上がったと、うん、そういう意味で考えると3位で上がったところとぶつかるチームはまあ有利な形にはなるわけですね。そうですね、組み合わせとしては。はい、韓国もうちょっと僕はどうかなと思ってますけどまあ開催国なんで、まあそうですね、まあ、1位で抜ければ、はい、要はその3位で上がってた国とぶつかるっていう形にはなってるんですけど、なんか最終的にね、はい、見ました最終戦の、はい、あの反転からのシュート見ました見ました僕あれ今のところ、はい、本体からベストゴールです、はい、だって反転しながらルクスでしたっけ、ルクス、はい、左でコントロールしてからステップ踏んでないんですよ、はい、しかもゴールは全く視界に取られてなくて、はい、そうちょっとマイナス気味のボールが来た時に、うん、止めてそのまま右足を振ったじゃないですか、はい、あれあのシュートじゃできないからだからすごくまあ守備から日本ともねあのフェンドリーマッチで、はい、キルギスは試合をして、はい、あの時も5バックだったんですけど、はい、まあ、そのなんかこうフォーメーションの中で一生懸命やっぱこう作ってきた感じが、で中国と戦った時もキーパーの多分ミスがなければっていうところがあったし、はい、そうですね、それは最終的にしっかり点も取って、まあ、上がってきたので、そうですね、で僕はやっぱり UAE 見てたら、うん、後ろが非常に心もとなく、特にボールを持って後ろから前進していくプレーは相当危ういので、うん、だからここはもう守備から逆にガンガンはめにいってしまえば、うん、意外にコロッとこう足元すくわれる可能性はあるなと、うんうん、だザッケローニさんがどれぐらいなんでしょうね、ここから手は発揮できるかなと、はい、まあちょっと厳しいでしょうね。まあ組み合わせには恵まれてるんで8には行くでしょうけど、僕も見立てとしてはね、うん、開幕戦のバーレーン戦でこけたように、まあ引き分けでしたけど、はい、まあ、内容悪かった、その後もそれほどね改善が見られるかというとやはり見られなかったんで、うん、まあ、楽なグループに恵まれてなんとか1位に抜けしたなという印象があります。これあのアフロ君がね、はい、オマル・アブドル・ラフマンが、はい、まあ、出がしていなくなっちゃったっていうのが、ボールの預けどころはなくなってしまったように見えますけど、はい、去年の10月に右の前十字じん帯、はい、切ってしまった、はい、っていうことなので、やっぱキーマンがいないっていうところはね響いてますからね。まあ、イランのところは、はい、これも硬いとは思いますけども、オマーも最後ね、はい、あの勝って上がりましたけど、はい、3-1ですね。なんかすごくあの、まあ、自分のほら岩瀬健さんと一緒にね、はい、あの配信を行った時に、うん、まあ、岩瀬さんがピン・パーフェクトさんの下で、まあ、選手としてプレーした経験を持っているので、はい、まあ、そこの守備のところからいろいろ自分も一緒に見てきましたけども、まあ、メンタリティ的な部分も含めてなかなかこう多分落とし込みができない部分があるかなと。逆に攻撃の方がオマーンは良さが出るんですけど、はい、さすがにここは多分イランだと厳しいなっていう、うん、まあ、僕の今ね見てきた感じだとイラン強い、やっぱりイランですか、この能力も高い、うん、身体的にもたくましくて、はい、スピードもあるし、はい、でケイロスがしっかりそういう意味ではもう9年でしたっけね、8年目ですね、8年か、はい、あのやっぱ継続性を感じますし、うん、その流れきちっとサッカーの内容自体もどん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 洗練されていってるように見えます、うん、だからそういう意味では、まあ、アズムンというワントップの選手がいる、はい、まあ、彼もそういう意味ではワントップですけど、
動きますし、はい、動いたところに他の選手も入ってきますし、うん、あのポジションのバランスはねすごく考えられてると思いますけど、誰がどこっていうのが必ずしもガチッとは決められてなくて、うん、その流動性の中できちっとスペースを、まあ、攻略するとか作って入っていくっていうところが、はい、まあ、できてますし、うん、まあ、後ろの選手の、守備者としての能力だけじゃなくてボールをしっかり運んだり、うん、そこから、ね、展開していく部分もレベルは高いなと、このアジアの中ではすごく高く感じるので、まあ、イランについてはそんな2つ準決勝かまでは間違いなく来るだろうと、はい、来るでしょうね、よっぽどのことがない限り、はい、こけないと思います、ね、こけないですね、はい、まあ、僕も今のところ優勝候補イランですね、強いですよ、で、ね、戸田さんおっしゃったようにセンターバックやっぱり安定感あるし、プーラリガジ、はい、8番ね、補正にもいいですし、ですね、まあ、キーパーがやっぱりキーパーのベイロンバンドですね、はい、あの守備者の能力も高いですけど奪った後ねすごかったですね、あのハーフェイ超えてもそれが戦術に組み込まれてるんじゃないかなって感じがしますよね、はい、だからイランと対戦する国は、うん、シンプルにクロス上げてキャッチされてるのでは、はい、打ち明けなきゃいけないんじゃないかなと思いますよね、うん、今大会僕が見てる中でキーパーはとしてはナンバーワンじゃないかなと、ああそうかもしれないな、はい、思いますし、まあ、ライアンもねいい選手だと思いますけども、はい、あのスローインは確かにインパクトありますね、うん、あとはそのもちろんこう流れの中でボールを前進させて、はい、こうコンビネーションで崩していくのもできますけど、はい、ロングスロー、はい、意外に効いてるなと、そうだ、ね、はい、11番の中盤のアミリからのロングスローで、はいはいはい、大外でアズムンが待ってて結構フィニッシュに絡むっていうシーンが、うん、結構パワープレー的な要素もやっぱり使えるっていうところが、もともとだからそうやっぱりこう身体的なね、うん、特徴を生かして、うん、パワーっていうところが、はい、もっと前面にこう僕は出てた感じがしますし、うん、前回大会も自分は現地で見てますから、はい、ここまできちんとボールをね、うん、持ってプレーができるチームじゃなかったと思うので、はい、そういう意味ではなんだろうな、そういうトップレベルの攻撃的な戦術も含めて、はい、やっぱりしっかりこうチームとして積み上げてきてる感じがありますし、はい、まあ、ジャハンバクシュみたいなね、一応プレミアのクラブに所属している選手も今ファーストチョイスではないと、うん、だ選手層も熱いなと、うん、で試合によってベースのフォーメーションも変えてきます、はい、それはやっぱりその相手によって、うん、あのポイントを使えてるっていうことは間違いないです、はい、まあ、あの監督はやっぱり優秀ですね、うん、優秀だ、最後 あのイラクとの戦いは、はい、僕はイラクがすごく密配、うん、ぶつかってきたところに見えたので、はい、で基本的に2枚だけ1対2にして、うん、で中盤は全員マツマギにつけるみたいなところで、うん、すごくイラクの方が密配きたなと思いましたけど、はい、うん、イランも負けようとは思ってないでしょうし、はい、やっぱそのライバル国同士 のバチバチな感じがすごく出てましたけど、うんうん、はい、イランの方がもうちょっと先を見て、うん、あの試合したな、あ、ちょっと余裕を感じました、うん、それがやっぱりこう地域はあると、うん、まあ、こっちはまあイランは硬いでしょうし、うん、まあ、日本はちょっと最後にしましょう、はい、あとは韓国ですか、韓国はね、はい、あのナムテヒっていう、はい、10番つけた選手がいるんです、はい、ちょうどあの大会前に、うん、僕はあのウズベキスタンのチェックをしてたら、はい、ウズベキスタンとの試合で膝やってたんです、ね、彼がいなくなって、はい、なおかつソン・フミがいないというところが、うん、そのアタッキングこうサーブに入ると、うん、少しこう、まあ、判断の質も、はい、落ちてたなというところはありますけど、それで 1-0-1-0 と新勝で、そうですね、あとはセンターバックかな、チャン・ヒョンス、うん、彼がほら代表にも選ばれなくなったので、はい、そうですね、はい、あそこは少しポイントかもしれないですね、うん、その代わりにキム・ミンジェが入ってますけど、はいはい、ちょっとこう持ち運ぶ、そうですね、こう配球するっていうところで言うと、そうですね、落ちますか、うん、なんか狙いどころな感じがしますし、あとは右サイドバック2番、はい、うん、E4 か、はい、彼のところはハーフライン超えるまでがすごく弱みになってるんです、基本的に右を上げるんですけど、うん、まあ、そこの右の2人のところは、うん、ボール持たせて狙っていうのは、まあ、あるかもしれないですけど、うん、まあ、どれぐらいだからそういうことを例えば相手がね、はい、戦略としてしっかり持って、うん、まあ、ゲームに入れるかでしょうし、うん、やっぱソン・フミ入ったら、はい、なんか一気に、はい、なんだろう、ゴール前怖くなりました、うん、相当こうプレミアで疲れて合流して出るか出ないかって言われてた中国戦でやっぱり出て、はいはい、やっぱりバイタルでの落ち着きとかあそこで収まる、なんでしょう、彼はやっぱポジショニングのところが
すごくフレキシブルになってる、うんまあ、それはスパーズがね、トットナムがそういう形でかなり流動性出してプレーをするんで、はい、簡単は強いんですけど、だポジショニングの取り方がすごく理にかなってるというか、うん、巧みだと思いますし、もともとそういう意味ではボール持ったところからね、打開力もあるし、はい、シュート抜群にうまいんで、はい、両足、だからそれが結局これそれまではファンミジョンのところに相手もここはっていう形で多分寄ってたんですよ、はい、でそれでファンシチャーも少し、はい、まだあのスピードと野心はあるんですよ、そうですね、やっぱちょっと雑、はい、でスペースがないとプレーできない、うん、そうですね、イケイケにはなるけども、イケイケなんですけど、そういう意味ではその踏み入ったら狭い空間でもそこから作れちゃうし、はい、相手のやっぱりそういう意味では注意力が分散するので、うん、もっとファンミジョンのところにボールも来るんじゃないかっていう意味では、うんまあ、韓国はここからなんで、うん、韓国が勝ち上がった時に当たるのはこの2つのどちらかですね。ここが多分一番僕は面白いかもしれない。決勝ラウンドの、まあ、日本戦はさておき、ここが一番面白いかなと。まあカタールは面白かったですね、この3試合。カタールはね、僕もまあ予備情報がなくてですね、はい、で試合見た時に、はい、もう一発で追わないぞ感じたんですよ、はい、まあ、やっぱりね、スペイン人監督どうしたんだ、フェリックス・サンチェスが、そうね、それを調べて、うん、ああスペイン人かと、はい、でアスパイアで指導者もしてて、はい、そうですね、アスパイアの説明した方がいいですか、ちょっとした方がいいかもしれないですね、はい、要はエリートですよね、はい、養成組織みたいな、はい、国を挙げてそれを、そうですね、カタールワールドカップ2022年次回大会に向けての、はい、こう国家プロジェクトとして、まあ、やっぱり、まあ、ワールドカップに招致するあるいは出場するからには恥ずかしい、はい、ね、こうサッカーできないということで、もう完全にスペイン人優秀な、特にバルセロナを中心としては、はい、スペイン人の指導者を優秀な指導者を呼んで、その今の現監督の、フェリックス・サンチェスもバルサのカンテラで10年指導して2006年から、カタールで、もう指導者として、長いんですね、アンダーカテゴリーの代表も含めてずっと見てますし、やってきてますもんね、はい、でチャビエリなんですが、バルサこう対談してアルサッとカタールに行ってからはチャビも代表に関わるようになっているということですから、今かかってるんですかね、一応かかってるみたいですね、あ、そう、はい、多分現地入りはしてないかもしれないですけど、はいはい、やっぱりこう常に情報交換して代表のところは、うん、まあ参謀的な役割で入っているという情報はあります、うん、まあプレーコンセプトはねやっぱり感じますし、はい、うん、まあ、その中できちっと後方からボールも動かせるし、うん、その保持するってことじゃなくてしっかり前進するためにねポジションを取って動かせますし、はい、だから今19番のアリですか、はい、もう何点だ、7です、ね、7点、はい、まあ、北朝鮮のところで少しね片目取りができちゃった部分もあるんでしょうけど、はい、うん、まあそういう意味では何でしょうね、しっかりこうアンダーから、まあ、積み上げてきたものが、うん、まだは若い選手が多いんでしょうけど、うん、少しずつ少しずつ、はい、アンダーの方でもね結果で始めてる、そうですね、あとはまあヨーロッパを使って例えばベルギーのオイペンとか、はい、ね、こう昨年入口がいたスペイン2部の、まあ、今3部に落ちましたけど、うん、クルトラベルネッサとか、うん、まあ、カタールとしてクラブを買収してそこに選手を送っていく、買収した、はい、そうですね、オイペンも、はい、オイペンもそうですね、だからイブスキもいましたけども、はい、なので、まあ、11番のアクラマフィフなんかは、うん、まあ、ビジャレアルのユースにいたりとか、うん、もうどんどん若いうちからこうスペインであったりとかヨーロッパの地で経験させてこう戻していますから、はい、そういう意味ではやっぱりヨーロッパの洗練されたフットボールこう、うん、をもうユース年代から経験してますから、ね、まあ、頭の中やっぱりそういう意味で整理されてるように見えますよ、ね、うん、はい、ポジションが取れますから、はい、うん、アリ以外でキーマン誰ですか、トラさん、このカタールは、ね、左サイドじゃないですか、おう、ハサン、ハサン、うん、サイドバック3番です、最後の試合5バックで出た時は、はい、あの守備のところで判断できてないと思いましたけど、はい、まあ、あの5バックに関しては若干なんかこう突き上げ場的な感じを受けたので、 はい、そういう意味では前にドーンって出ていくような形でボールも動かせますし、うん、彼から対角のボールもあるし、はい、あとは中盤の23番、うん、マリボでしたっけ、マリボ、うん、はい、まあ、彼もそういう意味では何でしょう、そこでしっかりボールも動かせるし、まあ、強度は出せてると思って、うん、まあ、その中でしっかり全体として、まあ、右から出てくる選手もね、彼はキカの設置した選手かな、はい、ペドロ・コレイヤ、うん、彼もそういった両方、そういう意味ではスピードもあるし、はい、単独の突破もできるし、うん、でボールもきちっと内側からも入っていけるの、はい、だその内外とか、うん、そこの使い分けがいいっていうのと、まあ、守備の時も基本的に 4-3-3 なんですけど、はい、インサイドハーフ1枚出して、うん、4-4-2 でこうしっかりボールを前に行くとか、はい、なんかそういうのを見ていてすごく感じる国なので、うんうん、まあ、どこまでなんでしょう、たどり着けるかは分からない、まあ、この大会も一つ、はい、彼らにとっては通過点な
可能性もありますからね。その先のだってワールドカップの自国開催があるわけだから、だからそういう意味ではすごく伸び盛りなのかもしれないし、実質的なところで考えると、はい、戦略も含めて、はい、まあ、カタールに分があるんじゃないかと思ってます、ね、はい、見てますけど、はい、まだだからこちらはもうカタネツが監督なんで、はい、まあ、彼もそういう意味ではヨーロッパでねプレーした監督もしてた人なんですけど、はい、そういうところから見てみると面白いかなという感じがしますし、うん、まあ、ここはさっき話をしていて、はい、まあ、あとはオーストラリア、そうですね、まあ、ね、初戦でヨルダンに負けて敗れて 0-1 で敗れて、はい、まあ、なんとか立て直しましたけれども、うん、まあ、ウズベキスタンということで、はい、まあ、もしかしたら我々日本が当たってたかもしれない。そうですね、こっちの方が良かったんじゃないかやっぱり相手としては良かったじゃないですか。良くないですもんね。良、うん、くないですね。分かりますよ、はい、目指してるものっていう、はい、まあ、基本のベースのフォーメーションが、うん、フォーバックだとして、はい、まあ、その攻撃の時は少し可変、まあ、なんでしょうね、はい、数的優位作ったところが入ってきますよっていうのはやるんでしょうけど、うん、はい、ちょっとそういう意味では中盤の、ね、まあ、クリエイティビティとか、はい、ゲームコントロールもそうでしょうし、うん、一番前 の、 その得点力っていうその怖さっていう意味では、はい、あのそもそも手は入ってるんですけど、はい、ちょっと足らないかなっていう感じはします、うん、はい、単純にすごく上手な選手がいるかというと、うん、まあ、いません。そうですね、今のオーストラリアは、うん、そういうところで考えると、まあ、ボランチのところでね、配球がいいっていう選手があんまりいないんで、そこがいないんですよね、うん、だってアーバインっていう選手に逆にもう出てくるのが、はい、まあ、得意だと思いますし、うん、はい、ルオンゴは前回大会でちょっと注目されたんですよ、はい、若くしてたんで、そこから多分あんま伸びてないなっていうのが、うん、彼がやっぱりまた3戦目出た時に、はい、やっぱパフォーマンス良くなかったですし、うん、まあ、その分ミリガンがセンターバックに落ちてましたもんね。センズベリーが出れずに、ね、なかった、ね、はい、ミリガンがセンターバックに落ちてっていうところで、まあ、ミリガンも日本でプレーした選手だから、はい、まあ、覚えてる方いるかもしれないですけど、はい、まあ、身体的な能力は高いと思うんですけど、その中盤のど真ん中としてっていうところは、はい、まあ、そこまでではない、うん、そうなってくるとチームとしてあのある程度ポジショニングを、まあ、取れた時に、はい、そこからどこにどうやってっていうの、うん、誰が要はジャッジするのかっていうところがあるようでそんなにないかもしれないですし、はい、うん、質の部分がちょっと足らない気もするので、アタッキングサードに、はい、まあ、入り始めるあたりから、はい、だからそういう意味ではメイビーですか、はい、彼が例えばカットインから左足の、ね、シュートを決めたりしましたけども、はい、そこまでなんでしょう。じゃあ日本にもね、例えばドアとか、はい、じゃ今回いない、まあ、中島もいないし、中島がいて乾がいて見比べたら、はい、多分全然日本人選手の方が質は高いです、はい、ですね、だそこまでその怖いアタッカーがオーストラリアに実はいないんで、はい、高さもないし、うん、だけどきちんとプレーをしたがる、うん、しようとするっていうのはすごく感じるんですけど、はい、うん、そこがどうかなっていう、うん、まあ、そこがウズベキスタンも割り切ってボールを持たせてカウンター狙いにした時にはどうハマるかですね。ただまあウズベキスタンもボール持った方がいいはず、はい、日本戦見た方もあると思うんですけど、はい、守備がちょっと厳しいですね。そこにいるだけなんですよね、はい、そこから埋めたところからどうやってこうボールを奪いに行くかっていうところが、うん、なんか自分がやっぱりテストマッチからずっと見てくると、はい、それがうまくできないんで埋めた感じになります、うん、あー、だからクーペルが監督になった初期の頃は、うん、はい、基本的に横並びだったんですよ、はい、で、まあ、前線を縦にしたところが横に持っていくみたいな感じでやりましたけど、はい、ボール奪いに行く時に自然に空間ができるじゃないですか、うん、そこに対する次の連動がなかなか作れなくて、はい、ね、で韓国に 0-4 で負けた後に、はい、あの今大会の、うん、フォーメーションに変えたんですけど、そうですね、まあ、日本戦はあのアフメドフがいなかったから、はい、彼がいると、うん、もう少しそういう意味では守備のスイッチを自分でこう入れて、はい、だそこにどれだけ続けるかなんですけど、うん、またボールがある程度収まるので、はい、うん、まあ、展開が作れるっていうのもありますし、うん、まあ、22番の、ね、トップ下のシーリコフとか、はい、まあ、あとは1番が一緒14番、はい、ショムロドフ、はい、あそこら辺は能力は高いっていうのは日本戦見てた皆さん分かったと思うので、うん、はい、攻撃の方にこううまく持っていくことができ る、うん、できるか、確かに得点を奪ってる場面はウズベキスタンはミドルゾーンからのカウンターなんですよ。だそれがすごく計画だなってられている守備じゃないです、うん、ないと、うん、まずはセットして人がいてっていうところですね、はい、トルクメニスタン戦だと中盤で相手が少しゆっくりボールを保持してくれて後ろから突くとか、うん、そこからでも出てく時のカウンターはうまいです、はい、うん、スペースの取り方は上手だと思う、うん、だどちら側に転がるんですかねって感じです。ああ、そうですね、まあ、そういう意味でオーストラリアは守備の時は基本的に 4-4 でいますなんで、うん、はい、
そこに対してウズベキスタンがどれぐらいボールを動かせるのか、はい、で今度オーストラリアはウズベキスタンの 4-1-4-1 か、はい、1が基本的に4枚の後ろにいるから、うん、19番の選手前に出てこない、はい、そのね、あのフォーメーションに対してどれぐらいなんでしょう、なんかオートマチックに後ろ3枚にしちゃってって感じがちょっと見えるんですよ、はい、だからそこをどれぐらいオーストラリア側が相手のことを分析した上でどこから入っていこうとするのかっていうのと、最終的にきちんとアタッキングサーブが違いが出せるかっていうのはここなんですか、ね、うん、はい、うん、こちらの山行きますか、はい、まあ、簡単に対、はい、初戦で、ね、うまくいかなくてですね、はい、まあ、インドに大敗しました、1-4で負けましたね、やっぱボール保持が目的になってしまいました、はい、でそういう意味ではインドが非常に、うん、まあ、方法2でこう前ってきた時にうまくいかずに、はい、うん、ちょっとシンプルなカウンターでやられたりしました、はい、まあ、監督変えて、うん、ベースのフォーメーションを3バックにして、はい、で前はまあワントップの少し2シャドウ気味に変えたりとかっていう中で、はい、うん、まあ、持ち直したって言い方が正しいのかな、うん、どうですかね守備のところはですね、はい、かなり危ういと思う人はいる、やっぱ内に入ってきた選手を右のウィングバックがそのまま捕まえてしまって、外から出てくるサイドバックをもうほっぱらかしにするっていう、はい、そこから持って、まあ、U8 の試合でもそうだったんですけど、はい、もうまんまと捕まれてますし、だからやっぱり初戦で失点が多かった、はい、で攻撃的な分は多分ある程度の想定はあるんでしょう、ね、うん、これぐらいできる、はい、だから失点を食い止めなきゃいけないんで変えてあるんです、うんうん、後ろを増やした、はい、だから増やしたんだけど、そこからいかにっていうところは、うん、ちょっと試合来てるとあんまりよくわかりません、うんうん、どうで、ただチャナティップのパフォーマンス自体は、はい、いいですね、いいと思います、はい、点も取ってますし、ああ、はい、やっぱりちゃんとここで前向けるんだなっていう、うん、狭い空間でも、はい、まあ、認知もできてるんだろうし、うん、テクニックレベルも高、まあ、あの印象的な左足のボールも決めたので、はい、そういう意味ではないでしょう、 J リーグでこう活躍してくれた選手がね、うん、そのまま活躍してくれてるのはまあ嬉しいですけど、はい、うん、だから相手が中国になるので、はい、まあ、韓国相手だとちょっとね、はい、難しかったなと思いますけど、うん、体大きい、はい、で走れる、あと監督がリッピどうするか、はい、だ初戦とかだと、ね、キルギスとやった時に、はい、あのスタートあの時だったら3バックで3で入って方に変えて、まあ、改善するとかもあったし、はい、すごくなんでしょう、上手な選手はいませんけども、うん、あの機能性は見えたりします、おボールの動きだったり見ていると、はい、うん、だ基本的になんでしょうね、ボール持ったところでそこまでこう質の高いとかやりきれるかっていうところは、まあ、なんとも言えないところもありますけども、そうですね、まあ、だからそこを逆に僕は割り切って、うん、まあ、2トップのウー・レイ7番と、うん、まあね、ガオリン18番、うん、まあ、2人に早めに入れてちょっとパワープレっぽくやった方がいいのかなというふうには見てますけど、あとは10番の選手、はい、すごく、まあ、ベテランなんですけどジョン・ジー、はい、バランスはすごくうまく取ってますし、はい、うん、まあ、そういうところでベテランがしっかりこう存在感は出してるのかなっていう、うん、ところも感じますけどね、だからスピードのある選手はやっぱり多いので、うん、確かに守備から入った方がうまくいくかもしれない、はい、うん、まあ、あとはやっぱりね、タイは少し小柄なので、まあ、そこのところでその中国のパワーの方が上回る可能性はあるかなというふうには見てます、はい、うん、まあ、一番早いこのラウンド16では、次は前の3枚、はい、10番、はい、グエン・コンホンというコンホン、はい、あとは19番、これフリーキックも決めた選手ですけど、はい、左利きか、ウェン・クアンハイ、はい、あと20番ですかね、うん、ファン・バンドゥ、はい、ここにいかにうまくボールをこう預けうまくこう持っていくことができるかっていうか、うん、はい、まあ、彼らも後ろは3枚しているので、はい、まあ、相手が4枚だと、まあ、中盤の形によりますけど、うん、まあ、中間ポジションをうまく取りながら、うん、前にポンってボールが入った時にこうスピードがキュッと上がりながら、そうですね、そこにこう、うん、テクニックがちゃんとね、うん、ついてきてる感じがすごくあるので、はい、僕は何でしょう、タイがうーって出始めてきましたよって時のイメージに、まあ、少し似てるけど、うん、そういう意味ではすごく可能性は感じますし、うん、で平均年齢は本体が一番若いですね、ベトナムがね、はい、そういうところを見ても、うん、なんかしっかりそういう意味ではあの強化はしてきてるかなっていう、うん、それも下からきちんと、はい、まあ、上げてきてる感じはありますかね、うん、で、ヨルダンですね、うん、まあ、オーストラリアに初戦で勝って、はい、まあ、その後も、
勝ってということで、まあ守備ベースですかね、はい、まあ、1位抜けしましたからね、グループ B でね、うん、だそういう意味では、まあ、守備ベースでしっかりそこから、はい、まあ、カウンターというところも考えていると思いますし、うん、僕もツイッターの方に少しヨルダンの守備を聞いたんですけど、はい、先ほど の, そのタイの話でいうとね、はい、内に入る選手と外に出てくる選手を、うん、どちらを、ね、捨ててどこを守ろうかみたいな判断が確かに難しいと思うんですけど、ヨルダンも例えばサイドバックなんだけど、はい、あ、そういうのしっかりできるんだなと思いましたし、うん、はい、まあ、監督がそのもっとサイドバックだとかってあんま関係ないのかもしれないですけど、はいはい、まあどうしてもこう人って行きがちな部分はやっぱり見てると強いんですよ、ね、はい、それが逆にストロングだったりしますけども、うん、人になった時に動かれると、うん、はい、その瞬間に どうしよう、はい、思いっきりついていってスペース取られるか、うん、どうしようっていうフリーズして止まってどちらも使われるかっていう、うん、はい、それが少し例えばオマーンとか出てましたけど、うん、ヨルダンに関してはそこはね、お、だからスペースっていうところもある程度ちょっとこう頭に入ってる可能性もあるし、うん、はい、で強度もあるので、うん、だからベトナムがどれぐらい入っていけるのかなっていうのは、うん、興味深い、うん、僕見てるとやっぱヨルダンきちんとこうセットプレーで作り込んでるなっていうのがあるんで、まあオーストラリア戦もショートコーナーキックでちょっとねこう立ち位置変えてのニアでのドカンでしたし、まああとはこうゴール前のフリーキックなんかでもこうねこうトリッキーなことをやってくるんで、まあ結構そういう戦術的なセットプレーも含めた落とし込みはこの監督やってるんじゃないかなっていうベルギー人ボルケルマンですね、印象は受けるんで、まあちょっと面白い存在にこのラウンド16ではなるのかなとは思いますので、まあ、ロシアのワールドカップでも例えばイングランドなんかはね、うん、セットプレーでたくさん点取りましたりね、はい、そういう意味ではないでしょう、そもそものサッカーのところをどれぐらいこう戦術的にっていうのは代表レベルだと難しいのかもしれない、はい、うん、難しいのかもしれないですけど、はい、まあ、ベースの部分でどれぐらいのものを選手が持ってるかでまあ変わるとして、うん、まあ、セットプレーに関しては、はい、まあ、ある程度の、ね、短い期間の中でも確かに準備ができると思うん で、はい、だからそういうところはやっぱりここからこう上に上がっていくというのは、うん、まず守備の硬さと、はい、まあ、セットプレーっていうのは確かに重要だから、うん、だから今みたいな話を聞くと、うん、まあ、あるかもしれない、うん、ね、ですね、うん、抜けしましたが、ね、はい、こうサウジアラビアになりました。率直なサウジアラビアの、はい、アラビアのこう印象はこの3試合どう見てますか。まあ、ワールドカップの予選の時も、はい、最後当たってました、ね、サウジアラビアとやって、はい、敗れましたよ、ね、はい、ボールが奪えなかったです、はい、自分の記憶だと、はい、でポジションチェンジも結構行ってきますっていう中で、はい、うん、まあ、前線に速くて点が取れる選手もいる と、うん、いると19番ね、はい、うん、アルモアラド、はい、あとはそうだな、14番のオタイフという選手が、はい、まあ、彼もそういう意味ではキャリアが長い、はい、まあ、バランスは取れるなと、はい、4-1-4-1のアンカーですね。そうですね、はい、だ彼が相手の、守備組織を見た時に、はい、どこにポジションを取ろうかっていうところをしっかり判断をしてポジションを取って、うん、でボールを動かすというところができますし、うん、まあ、両ウィンガーのところがずっと外に張り出すわけじゃないですか、はい、基本的に後ろから出てくるサイドバックも、うん、まあ、右の選手も左はね、あの初戦で負傷しましたね。そうですね、はい、13番、13番の、はい、アルシャハラに行って右利きなんですけど、はい、まあ、外側も内側も入っていけるというわけは、結構これは困らせられる存在かなと思いましたけど、はい、彼が怪我をしてしまってそこで12番のアルシャムラに、はい、左っていうの選手、はい、まあ、この選手のスピードは、うん、あのカタールの左サイドバックにちょっとハサミね似てて出てくるスピードと左足で持ってる、うん、で右のサイドバックのアルブライクも、はい、自分で突破もできる、うん、クロスも上げられてみれば、はい、攻撃力は兼ね備えてると思います、はい、ウィンガーも結構ポジションチェンジもしますけど、うん、まあ、10番11番か、はい、そうですね、うん、11番バヒムリ、はい、10番ドゥサリ、ドゥサリ、はい、うん、だからグループリーグの最後の試合は10番出てなかったんで、そうですね、出場停止、出場停止だったんですけど、はい、まあ、彼がまた入ってくると、はい、もう一個上がるかもしれませんし、うん、あとは中盤のところなんでしょうね。14がゲームコントロールしたときに、はい、その前の2枚が誰になるかと思って、はい、まあ、今のところ 1-2 戦の流れ組んで20番の RBC、はい、16番アルモカフィかなとは思いますけど、
アルビシとかになっちゃうとですね、はい、スピルもあるし、うん、自分でドリブルもできないっていう意味では、はい、嫌かもしれない、うん、グループリーグの最後の試合だと8番のアルシハリが出てて、ね、左利きですけど、はい、どっちかっていうとそういう意味ではボールそこでこうさばくっていうか、さばくタイプだったんで、はい、怖さはそんなに出ませんでしたから、うん、まあ、ポジション取りでは結構うまいと思いますけど、うん、だここら辺の人選どうなのかなっていうのもあるし、うん、ただそうですね、では今大会見てきた中ではやっぱイラン、はい、サウジアラビア、はい、まあ、カタール、カタール、まあ、ポテンシャルでいうとイラクも入るでしょう、お、まあ、あと韓国ですよね、ソン・フンミンが入った時の韓国と、うん、はい、だからサウジアラビアはですね、やっぱ最終ラインのところが若干心もとないっていうのが、うん、まあ、例えば相手があのミドルゾーンでボールを保持して顔を上げた瞬間に、はい、うん、シンプルにサイドにこう展開するんですよ、ちょっと背後に出した時に、はい、うん、そういう時のやっぱ最終ライン、うん、上げ下げがない、はい、うん、オフサイドをなんか取りに行くんですけど、揃ってやってるわけでもないし、やっぱこういうところのこうボール状況に対してこまめにポジションを取ったりっていうところは、はい、まだやっぱり甘いかなという感じは受けますし、はい、まあ、カタール戦の失点の部分は、はい、まあ、ちょっとセンターバック同士がお見えしちゃった感じになって、ね、まあ、ああいうことは多分ないでしょうけど、はい、まあ、基本的に横のボールは何でしょう、伝統的に弱いというのもあるし。だからボール持った時はね、やっぱりレベル高いなと思うんですよ、はい、うん、だきっかけをどうやって潰すかだと思うんで、うん、だ日本でいうとどうなのかな、だからおタイプがどこにいるかで変わるんですよ、はい、で日本、まあ、彼がやっぱり基本的には、はい、14番、僕は戦術的なキーマンだと考えてます、はい、うん、まあ、だから予選グループのね戦いからっていうところを見てみると、どうしてもそれ相手のやっぱりこう力量も関係してくるんで、はい、どこまでっていうのはありますけど、まあ、相手のこの基本的に守備の組織に対して彼がジャッジしてると思います、うん、だから自分が相手が2枚で、はい、そのままを消しながらですよね、はい、来るんだったら降りちゃうとか、うん、3枚作ると、降りた時に広がるとか、はい、じゃあ少し出ましょうとか、うん、で11と10のポジションは、はい、まあ、いわゆるそのうちのところですね、はい、今自分のその裏解説の配信だと、はい、まあ5つ今のサッカーこうやってまあ5つこうね区切られたとしたら、外内中って言ってますけど、ここなく内のところをまあ狙ってくるところはありますし、相手によっては基本的に内に入ってきちゃった方が取れるんだったら内にも入ってきますし、あとはこの19番ですね、結構流れますね、でスピードがあるから、そういう意味ではカタールとの試合相手の最終ラインが少しまあ高め でボールホルダーがフリーだったらもう早めに背後で、はい、コントロールでシュートって、うん、まあ、ポストに当たったのがあったんで、はい、そういう意味では何でしょう、彼はですね、日本と対戦した時に手取ってますね、はい、だからここはちょっとそのボールを保持するっていうだけじゃない怖さっていう意味ではあるかもしれない、はい、19番、はい、出てくる、シュッと出てくるんで、だからそれが何でしょうね、結構動くんですけど、はい、バランスはいいですよ、かぶらないんですよ、はい、日本だと、まあ、被っちゃうときあるんですよ、うん、日本も例えば、ウズベキスタン戦だと、はい、例えば途中で塩谷を降りました、はい、センターバックが開きました、ムルヤが出ましたけど、はい、ここに入ってくる伊東純也と、はい、北川が被っちゃったりとかあるんですけど、そういうことはないですね、うん、だから内と外みたいなのがあったとして、内が取れたら内なんでしょうし、外から出てくる選手にストーンってボール、ああそうですね、これはね北朝鮮の試合なんかでありましたよ、はい、だボールのその動かし方、まあ、基準となる人間だったり場所っていうのも、ある程度ちゃんとイメージとして持ってるんでしょうし、はい、まあ、まずは背後っていうのもやっぱ狙ってると思うんで、はい、でその中で、まあ、ある程度選ぶっていうのもできてるんじゃないかなと、はい、だカタールの試合も個人的にはカタールが少しあの5バックで、はい、ちょっとびっくりしましたけどね、そうだからまあそこの理由は
何とも言えないですけど、はい、まあ、基本的に相手がそこの例えば中盤が3枚しかいなかったら、はい、まあ、手前とこの脇のところはうまく取ってましたし、はい、うんうん、ちょっとアクシデント的な感じで先に失点をしてしまって、ね、はい、相手が1点取ったんでここはもう少し下げて、うん、引いて、で縦も前の2枚を縦関係にしてもダイフのところを少しマークするって変えましたから、でもそれでもやっぱりうまい具合にある程度ボールが運べてたと思うんで、僕はね、そんな簡単に中は取れないですけど、そういう意味ではサイドバックにあのスピードがあって1対1だったらクロスまで持っていける力もあるし、だいろんなところからチャンスメーカーできるチームかなっていう感じはしますけどね。だ基本的にやっぱキーマンが14番のタイプだと思うので、まあ、ここをやっぱり彼を別にマンマークする必要はないで ないですけど、まあ、でもあんまり持たせたりとか、あとは結構見てたらこうオープンに持って縦スパーンとこう入れるようなパスをこう意図的にこうどんどん出してるんで、うまいですよ、うん、まあ、ああいう縦パス入れられるとちょっと怖いなってなりますね。スイッチが自分のこうポジショニングで味方をフリーさせたり、はい、スイッチも入れられる選手だと思うし、うん、はい、で彼自身はすごくこうスピードを調節して自分がプレーするので、うん、彼のとこから出てくるボールは、はい、まずミスしないから、だから遠藤じゃないですけど、はい、もう少しあのスタートのポジションが違うので、うん、彼がやっぱりまず後ろからボールを運んでいくときに、はい、まあ、一つ目印になったりとか方向付けして、はい、で前に入っていくにつれてスピードが上がったり、うん、まあ、突破力のある選手がいて、まあ、あとはウィング側も結構ポジション入れ替わるので、はい、左に行って勝手にからシュート決めたなんていうのも予選グループでありましたし、はい、だから動かれる前に止めに行った方がいいのか、うん、動かれる前提でつくのかって、うん、どっちですかね、まあ、これはこれ以上言わないですけど、そうですね、今はね、はい、ではまあ何でしょう、コンセプトを感じるチームなので、うんうんうん、簡単にボールは捨てないし、うんうん、だからあとは守備をどれぐらいやるかですね、彼らがね、うん、こんなに予選グループ見てたら相手にボールを持たれてそこに対してプレッシングプレッシングっていうよりは自分たちが持っていったものの後にトランジションという返すっていうのはただトランジションの意識が高いから、うん、だそれが日本とこうぶつかった時に どういう形で想定して入ってくるかっていうのが、もしくは日本がどれぐらいボールが持てたりとか、日本の守備がどうなのかっていうのが個人的にはすごく興味がある。ここまでグループリーグをもしくはその就任さ監督が新しく就任されてから、はい、あの全ての試合を見たときに、はい、具体的にここを止めに行くっていう守備は、うん、まあ、見せてないですよね。基本的にそれが南野が、うん、まあ、縦関係から横に持っていくとか、はい、ウズベキスタン戦だと相手が19番の、ね、赤の選手が降りたときに乾、はい、が少し、うん、開いたセンターバックのところ、犬が三枚気味にね。僕はあれはやっぱり彼の個人のセンスだと思ってるんで、はいはい、もうスピンディングなんかずっと、ね、はい、見てるから分かると思いますけど、犬、はい、の出てくる動きに対して後ろがちゃんとついてこられてるかというと、そうではなかったりしますから、ね、はい、そういうところがキーマンがいたとして、はい、キーマンがどこにいるかで相手の攻撃は確実に変わるよっていうのをきちんとみんなで理解をした方がいいですし、だからここまでの日本の田中を見せたら、うん、どの選手もすごく、はい、そういう意味では、責任感も、うん、そういう意味では目的意識も主体性も発揮してハードワークしてますね、うん、だからポジショニングとか連携の部分を少しあの度外視したところで運動量とか、うん、はい、そこの強度で解決できているところもありますけど、うん、ただまあいよいよですよ、はい、やっぱりトーナメント入ってくると、うん、相手のレベルは変わってくる可能性が高いですし、うん、まあね、ここからここまでがね、中にしかないとはいえ、うん、逆にサウジは1位抜けするためにカタール戦でそれなりに主力を出したんで、そうですね、ちょっと消耗してるんで日本の方がフレッシュかもしれないっていうところもありますし、そうです、そのフレッシュさというところで言うと有利かもしれない、はい、だったら実際のサッカーのところで、はい、どれぐらい、うん、まあ、相手をしっかり食い止めるっていうところと、はい、相手を攻略するっていうところが、うん、まあ、出せるかなっていうのかな、うん、まあ、具体的な日本がこうした方がいいとか、多分サウジスタメンを見ながら、はい、多分こういう形でサウジと日本の噛み合わせこうなるんじゃないかっていうプレビューは
このねサウジ戦の月曜の、夜8時キックオフ前の30分前から、はい、がっつりプレビュー、ね、我々でやりましょう。基本的に今裏解説って形でアジアカップずっとこう配信させてもらってますけど、はい、前対戦のレビューと、うん、はい、で日本戦に向けてのプレビューっていうのを、うん、前対戦のレビューは別撮りで一応撮らせてもらって、はい、でそこから実際プレビューって形で配信になっていくので、はい、でそういう意味ではその対戦相手も、はい、あのきちんと試合を見て、うん、選手の状態も含めてチェックするっていうところは、はい、我々は抜かりなくやってますし、うん、はい、まあ、個人的にそこを別に隠す必要はないので、はい、だから何試合じゃ見ましたかって言ったらウズベキスタンは多分5試合見てる、だからそういう意味では5つ大体見れば、うん、どういう形で攻守を回ってくるかって傾向は見えますよ、ね、はい、で選手がどこに入るとどんなプレーができるか、うん、そういうところはある程度頭に入れて、はい、で前情報できちんとそのチケット買ってくれた人には渡して、はい、だそのあれですよ、それをちゃんと見てから配信に来てくださいねっていう意味では、はい、僕はいつも言うその前のめり感は見る側にも求めますけど、はい、でもきちんとやっぱりその試合を見ていく上では、はい、やっぱ相手のことも知っておいた方がいいですし、うん、で自分たちの応援するチームのこともみ、うん、んなでちゃんと理解した上で見た方が、はい、僕は絶対サッカー楽しいはずって考えてるので、はい、そこは引き続き、ね、うん、ここから続けてやっていきますし、はい、まあ、いよいよもう負けたら終わりっていうのでピリピリしてくる試合なので、はい、まあ、なんかこうアクシデント的なね、うん、できるだけその勝つ確率を高めるっていうのが、はい、うん、相手のことはきちんと分析した方がいい、分析した上で、うん、ただその分析したこと通りには、うん、いかないですからね、望んでくるかわからないですから、はいはい、だからこう来るかもしれない、こう来るかもしれないっていうのは、うん、まあ、ある程度はね、うん、想定していくべきだと思いますし、うん、その流れでできるだけ自分たちの強みが出せるように、うん、準備はした方がいいですし、うん、だからに例えば最後のね、はい、日本戦だと、はい、まあ、あまりにも簡単に例えば縦パス入っちゃうとか、はい、入ってしまうことを個人的にはすごくネガティブだと思います、はい、そうですね、まあ、中盤のラインはこれで例えばトップまで入ってしまうとかね、ダブルボランチのゲートにこう通されたんですかね、はい、スローインから背後まで入れられてしまうとか、はい、こぼれ球が取れないとか、うん、ゴールキックはそのままトップに入ってしまうとか、はい、でもこういうのは別に戦術的な要素だけじゃなくて、うん、修正はできるとかだと、はい、そういうところは遠入りだけど一生懸命スプリントして間に合ってっていうところの努力がすごく見えましたけど、うん、はい、その努力だけじゃ間に合わない可能性が出てきます、うん、相手のレベルが上がればあるほど、はい、だそういう意味ではそういうところもしっかり埋めつつね、はい、でそのチームとしての一体感で僕が望んでくれれば、うん、やっぱアジアの中で存在感を出すっていう、はい、もうやっぱり決勝まで行ってまずは行かなきゃいけないですし、はいはい、まあ、僕もねその裏解説って形でアジアカップをずっと配信してきてますけど、はい、日本がもし負けたとしても最後まで配信するとは言ってます、はい、ただ日本がいなかったら面白くないかもしれない、うんうん、見る人の、ね、興味もそうですね、関係者の話もあるし、はいはい、サッカーそのものを伝えるって言えば、うん、自分の場合はどこが出てきても同じようにできるんですけど、うん、自分たちの代表が出てる限りは上まで来てもらえないんで、うんうん、はい、もうとりあえず準決勝まではしっかり行ってもらわないと、うん、はい、でじゃあいざイランっていうタイプまでは、はい、だ逆はそういう意味では韓国、まあ、韓国、まあ、ここはすっごい面白い、そうですね、ここも面白い、はい、僕はあれなんですよね、ゲリラ的に勝手にやろうかみたいな誰にも言わずに、カタールはちょっとやりたいですよね、やってもらいたいなっていうのはありますよね、カタールさんも、カタール日本っていうのはちょっと期待してる、はい、うん、まあでもサウジアラビアの人は、はい、テクニックレベルも高いと思うし、うん、面白い試合になると思いますので、はい、まあいよいよそういう意味では予選突破ですね、ここからまた生きるか死ぬかの戦いになりますから、はい、まあ見る方もそういう意味ではしっかり準備して、はい、気合入れてみないとね、まあ、まだねこう有料のチケット買ってないっていう人はまだこれからでも買ってもらって、あの全部アーカイブで過去グループリーグの3試合も残ってますし、その前の戸田さんの年末の秋津のトレーニングの、あるいはトレーニングマッチのマッチレポートも残ってます、全部この期間のコンテンツをいつか、いつ買ったとしても残ってるということで、そうですね、
でもうすでにグループの人数がもう、ね、1800人超えどころかもう1900人近くなってて2000人ももう見えてくるんじゃないかっていう形でして、僕も3試合戸田さんの裏解説で普通に自分も聞きながらチェックしてますけど、結構コメントも僕も見てますんで、今度一緒にやらせてもらう時はコメントもちょっと拾いながら、やっぱり戸田さんのこう解説を聞きながら勉強になるプラス、やっぱり将棋とかのこう詰将棋みたいに、あ、サッカーってこんなに論理的なんだとか、サッカーってこれぐらいこう緻密にこう選手が難しいんだけれども、こう頭の中で考えながらやってるんだっていう難しさも改めてみんな皆さんその今ね1800何名の方こう感じながら多分見てもらえてると思うんで、まあ、そういう意味ではまあ1回こう見てライブでねこう見るだけじゃなくて2回3回ともう1回見直す醍醐味もあると思うんで、まだこれから購入をこうね迷っていてこっからでもっていう方はぜひね入ってもらって前のめり感を持って今回こっからのねラウンド16を楽しんでもらえればいいかなと思いますんで、まあ、僕は買ってくださいとは言わないんですが、はい、うん、ただまあ意外にそのプレビューとレビューがすごく面白いですっていう、はい、コメントも来てるし、はい、僕もそれ見てたらこう試合終わったら大体やっぱり中継からね、例えばウズベキスタン戦も、ね、平日の深い時間だったんで、うん、だいぶ半減ぐらいするのかなと思ったら結構な人数の方がやっぱ残ってそのまま、そうです、ねね、レビューご覧になってましたね。だからやっぱりなんでしょう、自分のお財布からお金を払って見るって決断してくれた方だから、うんうん、はい、そういう意味ではすごくこう本当に前のめりだし、はい、積極的だし見ようとはしてくれますよね、うん、だこっちも僕もそういう意味ではすごく毎回毎回緊張するし、はい、でウズベキスタン戦は一人で話をしたああ話はできると思いましたけど、はい、でもそういうのもやっぱりダイレクトに見てる人の反応が出てくるので、うん、怖さもあるんですけど、はい、まあ、自分もそういうのは求めてますし、うん、見る人に姿勢も求めるしっていう中で、うん、まあ、通常の、ね、中継を見るものとはお互いの多分気持ちが違いますから、はい、そういう意味ではすごく近い中でコミュニケーションも取ってちょっとコミュニティみたいな感じになってきてますし、一つの試合でコメントが人数が要はまあ2000人は行ってないわけなので、はいはい、その人たちから出てくるコメントがそれだけの数あるというのがすごいと思いますし、まあ何でしょうね、すげえ疲れるんですけど毎回毎回すごい疲れるんですけどでもやっぱやってみたいなと思ったことを今実際にこう毎回毎日準備して取り組んで、で見ている人の反応も見させてもらいながら、大会期間中にもなんか改善できるポイントいつも探してますし、だからそういう意味ではカメラワークも含めてまだまだ改善をしていきます。まあ前情報からいろいろ日本代表についても確かに秋津の合宿もね、小沢君も一緒に見に行きましたけど、まあ動画で出してたりもするので、もう少し文字の情報も出そうかなと思ってますし、ただ試合の時だけ配信してるわけじゃないっていうのと、きちんと全チームを見てここまで来てるっていうのが少し他との違いとしては挙げられると思うので、まあそれを求めてるか求めてないかは皆さん次第にはなるんですが、まあ、求めてる人には間違いなく刺さるねこうコンテンツだったかなと思って今取り組んでますと、はい、まあ、興味がある人は、まあね、販売のページだけでもちろん覗いてもらえると、はい、して言葉として、ね、文章としてお伝えができると思うので、はい、まあ何でしょう、検討してもらえればいいかなっていうぐらいですね、うん、はい、買ってくださいっていうつもりは僕は全くないですから、はい、僕から言うものじゃないと思って、はい、そうですね、安売りはしません、そうですね、はい、僕から言います、買ってくださいじゃあ月曜日に、ね、はい、日本サウジアラビアの試合夜8時からありますんで、はい、そちらの、まあ、30分前から我々準備してくれております。僕たち2人だったらこれ30分前だと足らないと思うんですよ選手入場して そうですね、国家斉唱会じゃないですか、はい、まあ、それまでの時間で考えると、はい、まあ、20分ちょっとなんですよ。ああ、そっかそっか、毎回足らないだと思う、はい、もう少し早くするの、あ、いいですよ僕は、はい、まあ、それだけのしっかり情報を出すので、はい、受け取る側もしっかり準備を、はい、まあ、してもらいたいというところもありますし、まあ、いい時間帯なんで、はい、頭もフレッシュです、はい、まあ、仕事早く切り上げて、うん、準備してもらえる、はい、僕らも一生懸命そこに乗り込んでいきます、はいはい、いい時間になるように日本代表にもしっかり頑張ってもらって、はいはい、楽しい試合になればと思います、はいはい、お待ちしております。よろしくお願いします。